YSL が平野賞を起用した YSL ラブシャインキャンディグローバームの発売初日は期待を大きく上回る成功を収めました。YSL ラブシャインキャンディグローバームの初日売り上げは予想を上回りました。平野賞がブランドアンバサダーを務める YSL ラブシャインキャンディグローバームが発売された日、多くのファンが店舗やオンラインストアに殺到しました。商品そのものの魅力に加えて、 平野翔の存在感がこの成功を大きく後押ししたのは明らかです。特に彼のファンたちは普段リップを買わない人々まで巻き込む力を持っており、今回のプロモーション活動はその影響力を如実に示しています。平野翔は日本初の YSL ビジュアルモデルとして、ただ美しいだけでなく、男性としての強さと優雅さを兼ね備えた魅力を放ちました。彼が登場するビジュアルと映像は、 視覚的な美しさだけでなく、その背後にあるストーリーや情感を伝える力があり、多くの人々に強い印象を与えました。このような広告の成功は、YSL の長年の努力の賜物でもあります。平野翔をブランドの顔として迎え入れるまでの2年間のオファーが実を結び、彼を起用したことが大成功を収めたのです。実際に、平野翔がこのリップバームを紹介する映像や写真を見たファンたちは、 その魅力に惹かれ、購入意欲を高めました。特に、普段はあまり化粧をしないという人々までが、彼が宣伝しているなら、と思わず手に取ってしまうほどの影響力を持っています。リップバーム自体も98、98%自然由来の成分で作られ、約85%がリップケア成分であるため、使い心地の良さと長時間続く潤いが特徴です。これもまた、 商品に対する信頼感を高める要因となっています。さらに、彼のプロモーション活動がもたらした影響は、ただの売り上げにとどまらず、YSL というブランドそのものへの関心や愛着を深めるものとなりました。平野翔が男性モデルとして活躍する姿は、男性ファンにも大きな影響を与え、自分も使ってみたいという声が増えたことが報告されています。この現象は、 リップやメイクアップアイテムが女性だけのものでないことを示し、ジェンダーの枠を超えた美しさの表現として広がりを見せています。また、平野翔の多彩さもこの成功に一役買っています。彼はただのモデルではなく、ダンサー、歌手、俳優としても活躍しており、その全ての才能が集約されたパフォーマンスが YSL のビジュアルと完璧にマッチしました。彼の持つ独特のオーラと魅力が、 ブランドのメッセージををより強力に伝える手助けをしていますこうした背景から考えると、YSLLOVE Shine Candy g l o バームの初日売り上げは予想を上回る結果をもたらしたことは間違いありません。多くのファンがその効果を期待し、リピート購入することも見込まれます。実際の数値は公開されていませんが、この規模のプロモーションとファンの反応を考慮すると、 数億円規模の売り上げが達成された可能性は非常に高いと言えます。しかし、この成功にはいくつかの課題も浮かび上がってきます。例えば、リップバームという商品は、使用頻度や保存期間が限られているため、一度の購入で終わってしまうことが多いです。これをどう持続的な売り上げにつなげていくかが、次なる課題となります。平野翔の影響力を最大限に生かしつつ、 リッッププ以外のの製品ラインナップへの誘導や、リピーターを増やすためのキャンペーンなど、新たな戦略が必要とされるでしょう。また、今回の成功は、他のブランドにも影響を与える可能性があります。競合他社も同様の戦略を取り入れることで、次々と有名人を起用したプロモーションが増えるかもしれません。そうなった場合、どのようにして YSL がその中で際立ち続けるかが問われるでしょう。 平野章の起用が一時的なブームに終わらないよう、今後の展開に注目です。このように、平野章のプロモーション活動は、単なるリップバームの販売促進にとどまらず、YSL ブランド全体の価値向上に寄与するものであり、さらにその影響が広がっていくことが期待されます。これからも彼の活躍と、それがもたらすブランドへの影響に注目が集まることでしょう。そして、ファンだけでなく、 業界全体がその動向を見守り続けることで、さらなる進化と革新が生まれることが期待されます。平野翔がブランドアンバサダーを務める YSL ラブシャインキャンディグローバームの初日セールは、その結果だけでなく、その背後にある多くの要素が注目されるべきです。このセールは、YSL のマーケティング戦略がいかに成功に計画され、実行されたかを示す一例であり、その成功は偶然ではありませんでした。まず、 このリップバームは発売前からすでに大きな話題となっていました。平野翔が YSL の日本初のビジュアルモデルとして登場することが発表されたときから、ファンや美容業界の専門家たちの間で大きな期待が高まっていました。彼の起用が発表されるや否や、SNS では彼に関連する投稿が急増し、YSL の公式サイトや店舗にもアクセスが集中しました。これにより、リップバームが発売される前から、 すでに多くの人々が購入を決意していたのです。初日セールの成功には、いくつかの要因が重なっていました。まず、YSL は平野省のビジュアルとともに、リップバームの特徴や成分についての詳細な情報を提供しました。98%が自然由来の成分で構成され、約85%がリップケア成分であるという点は、現代の消費者が求めるクリーンビューティーに対応したものであり、 多くの消費者に安心感を与えました、また商品のパッケージデザインも非常に洗練されており、平野紫のイメージと見事に調和していました。これにより、消費者は単なるコスメティック製品以上の価値を感じ、購入意欲を高めたのです。さらに、YSL はオンラインとオフラインの両方で購入しやすい環境を整えました。オンラインストアでは、事前予約が可能であり、 商品の詳細情報を簡単に入手できる仕組みが整っていました。また、平野翔が登場するプロモーション映像やメイキング映像が YouTube や Instagram で公開され、そのビジュアルの美しさと彼の魅力が多くの人々を引きつけました。このようなデジタルマーケティングの戦略が、特に若い世代の消費者に効果的に働いたといえます。オフラインでは YSL の店舗での展開も非常に工夫されていました。 平野翔が登場するビジュアルが店頭に大きく掲示され、彼のファンたちはそれを見てすぐに購入を決意することができました。また、スタッフも平野翔の起用に合わせたトレーニングを受け、リップバームの特徴や彼のコメントを詳しく説明できるようになっていました。このような販売スタッフの対応も、消費者の満足度を高め、購入を後押しした要因の一つです。SL が平野翔を起用した、 YSL ラブシャインキャンディグローバームの発売初日は期待を大きく上回る成功を収めましたこの成功の背景には平野紫という人気の絶大な影響力が大きく関わっており彼がブランドアンバサダーに選ばれたことが売り上げに劇的な効果をもたらしたのです初日から全国の YSL 店舗やオンラインストアには平野紫のファンや彼が宣伝する商品を手に入れたいと願う多くの人々が殺到しました 実際、発売開始直後に多くの商品が売り切れとなり、一部の店舗では追加の在庫がすぐに補充される事態となりました。オンラインストアでもアクセスが集中し、購入ページにつながりにくくなるほどの反響がありました。初日のセールスに関する具体的な数字は公表されていないものの、業界内ではこの成功が大きな話題となり、推定される売上は数億円に達すると考えられています。特に リップバームという特定のアイテムがここまで注目を集めるのは異例のことであり、それが平野省の影響力の大きさを示しています。平野省の起用により、YSL は従来のターゲット層である女性に加え、男性層にもリーチを拡大しました。普段は化粧品に興味を持たない男性たちも、彼が宣伝するリップバームを手に取るという現象が見られ、これが YSL の売り上げをさらに押し上げた要因の一つです。また 彼のファン層は幅広く、若年層から中高年層までが含まれているため、各年代の購買力が総合的に反映されました。さらに、この初日売り上げの成功には、YSL のマーケティング戦略も大きく寄与しています。平野翔のビジュアルや映像を中心に展開された広告キャンペーンは、SNS 上でも大きな話題となり、特にインスタグラムやツイッターでの投稿が拡散されました。 このデジタルマーケティングの効果がリアルタイムで売り上げに直結したことも成功の一因といえるでしょう。YSL の広報担当者もこの初日の反響には驚きを隠せなかったと言います。彼らはこれほどまでに早期に在庫がなくなることを想定していなかったため、急遽生産ラインを調整し、さらなる供給を確保するための措置を取ることとなりました。このような状況は、 YSL がグローバルで展開するブランドとしての強さと、平野翔の持つブランド力の結びつきがいかに強力であったかを示しています。